中盤みんなでボートレースしてます。どんな報告。さあ始まりました、桐生第7レース G1 です。私は仕事をやりたいのとかもろもらって先にホテルに帰ってきてお風呂入りました。明日に備えて寝たいと思います。おはようございます。今日のメイクはこんな感じに仕上がりました。秋なんで秋っぽいパレットのジンジャーレッドというパレットのこの赤い部分をメインに使いました。赤って一瞬赤無理無理そんなの無理ダメよダメダメっていう風に思う人もいるかもしれないんですけど、この赤は塗り広げると肌に馴染んでブラウンっぽく仕上がるんですよ。なので赤ちょっと怖いなって人 におすすめの秋色となっております。これすっごい気に入ってて最近毎日使ってる深みのあるメイクに仕上がります。特にオレンジのアイシャドウとかブラウンのアイシャドウが得意だよって人におすすめです。でリップはこのフィグシロップというものを使ってます。自然な赤でめっちゃ使いやすくてめっちゃ秋の香りになるのでおすすめです。で今日は USJ 行ってずっと外にいるので、前もツイッターで紹介したこのキャシードールという日焼け止めを使って、色付きなんですけど色付きなのでこのまま使って、でお粉とかせずにこのまま歩いて、でまた塗り重ねる 2,3 時間に1回これを塗るっていう作業をしたい作業を。で今日の服はこんな感じです。じゃん、これは私がプロデュースしてるアイドルのイコールラブの高松ひとみちゃんがいつも黒のノースリを着てて憧れて買った黒滝まりあちゃんのブランドを買って、わこれひとみっぽいなと思って着てたら同じグループのミリニャとドンかぶりするっていうめっちゃ恥ずい出来事が自分がプロデュースしてるアイドルに憧れすぎてそんな結果が起きました。でパンツはこれめっちゃお気に入りで最近もうほぼ毎日履いてるアクネのなんかちょっとカーゴっぽいパンツで、これは、CM で使ってめっちゃ気に入ったユニクロの、バッグです。これマジでいっぱい入るから最近旅行はずっとこれです。この間韓国行った時もこれでずっと日中は歩いてました。ほな行こか。 USJ 着きました。友達です。私はというとこんな感じ。夜景の最高です。今日のカラコンはガーネットです。ガーネット最近めっちゃ人気ですごい売れています。なので使ってみてほしい。自然なブラウン系かわいいです。今からハロウィンのチャッキーに行ってきます。事前に伺うことを連絡していたら特別にちょっとだけ撮らせてもらえるみたいなのでちょっとだけお届けします。特別にリアクションのみ撮影させてもらいます。え待って待って怖い待って真っ暗です。あーびっくりした。怖い。びっくりした。怖い。怖かったです。めちゃくちゃ叫びました。でも華やかな怖さで、嫌な怖さではなくて、途中で出てくる人間のお兄さんがめっちゃかっこよかったです。それだけお伝えしておきます。めっちゃ面白い。なんか見つけました。かわいい。ハロウィンですね。すごい人が多くてご飯のお店もすごい大変だったんですけど、東京でいう上海バール的なお店は結構回転が早かったので上海バール的なところでご飯食べてます。うん、うん、おいしい。今からこれに乗りますからね。乗らないですよ。持ってきてくださいよ。子供の頃平気だったのにバラエティーで怖い怖いって言いすぎて本当に怖かったけど乗れなくなっちゃった。かわいそう。はい、ということで任天堂マリオワールドにやってきました。
わあ、すごい、初めて来ました私。すごーやばい、かわいい、めっちゃかわいい。ここが噂の、すごいな、そらみんな来るわ。というわけで任天堂ワールドを楽しんだので休憩です。ちょっとゾンビが出てくるまで待ちたいと思います。これって上手ですか？誰か教えてください。お待たせしました。あれ上手ですか？これ上手？これ上手？これ上手？上手でした。乗ってきます。上手並んできました。大杉さんっていう方がパートナーだったんですけど、めっちゃかっこ可愛くて無事にね、無事よかった。社名から逃れて、大杉さんのおかげで逃れられました。今、ハリーポッターエリアに来ました。で、乗って休憩してます。ちょっと恥ずかしいんですけど今さらいいですか、30歳なんですけどバタービール失礼します。ちょっと下じゃない。可愛い女のインスタ見てから試す。やり直し。任天堂ワールド。なんか私だけ違くない？なんで？なんか偶然いたところがゾンビの入り待ちスポットっぽくて、ここでちょっとゾンビを待ちたいと思います。あと4分あります。え、こっち？うわ、こっち？うわ、こっち？え、怖い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 ！え、怖い怖い怖い！うわ、怖い！あ、大丈夫。あ、かゆいの？かゆい。もうめっちゃ楽しかったんですけど、帰ります。じゃあまた東京でお会いしましょう。バイバーイ。